こんにちは、タネチャンネルです。今日は電子工作で使われる基板についてお話しします。電子部品を固定するために基板は必要ですが、どんな種類があるでしょう。基板の種類を大別すると、自作基板、オーダーメイド基板、ユニバーサル基板、ブレッドボードの4種類があります。それぞれについて説明していきます。自作基板は写真のような技術で基板を作ります。フィルムに描いた配線図を環光基板に転写させて、エッチング液という銅を溶かす液体につけて回路配線を作っていきます。配線図を基板に転写させるにも技術がいりますし、エッチング液はとても劇薬なのでかなり敷居が高いです。オーダーメイド基板、 CAD でプリント基板の設計図を書いて業者に発注すると綺麗な基板を作ってくれます。海外の安い業者だと5ドルぐらいで作成してくれるようです。私はそこまで気合の入った工作をしたことがないので発注したことがありません。でも仕上がりは一番綺麗なのでありな選択だと思います。発注はインターネットで行えます。ユニバーサル基板、一番お手軽で私はいつもこれを使っています。自由に配線できるように格子状に穴が開いていて、その周りだけ金属メッキがなされている基板がユニバーサル基板です。素子と素子の間の配線には配線材や素子の足、リード線を使って配線していきます。片面のものと両面のものがあります。左側が片面で右側が両面です。一般的な使い方は、表面から素子を通し裏面でハンダ付けをして配線していきます。最近は素子が小型化しています。基板の穴に通すリード線がついていないものが多く出てきました。 SMD と呼ばれるタイプの素子です。対して従来のリード線がついているタイプの部品をスルーホール部品と言います。 IC と抵抗を用意しました。それぞれ左側がスルーホールで右側が SMD です。 SMD 部品がいかに小さいかお分かりいただけるかと思います。SMD 素子を使う場合は、基板のメッキのある面だけ使うよう表面実装と呼ばれる方法でハンダ付けします。ブレッドボード、テスト回路を組むときや実験をするときなど、いちいちハンダ付けをするのは面倒ですし、ハンダ付けをした部品は再利用できません。そこで手軽な回路作成と部品の再利用、両方ができるようになった基板がブレッドボードです。まずはブレッドボードで回路を組んで動作確認をしてから、ユニバーサル基板等にハンダ付けをして完成させると良いと思います。ブレッドボードの構造は、中に金属のクリップが入っていて、素子の足を挟めるようになっています。クリップは両端に2列作られた電源ラインが横につながっており、素子を配置する部分が縦につながっています。クリップとクリップの間の配線には専用の配線材を使って配線していきます。ではこれらの基板を使って同じ回路を組んでみます。それぞれの仕上がりがどう違うのか確認してみましょう。今回はオペアンプ LM358 という IC を使った L 地下回路を作ります。回路図は LM358 のデータシートに記載されていた包茎波発生回路を使います。データシートのままでは周波数が高くてチカチカが見えないので、 R1 の抵抗の値と C のコンデンサーの容量を大きくしてゆっくりと点滅するようにしてあります。回路図中 VO の箇所に LED を接続したら L 地下します。ブレッドボードで組んだ回路がこれです。動きを見てみましょう。こんな感じで L 地下します。続きまして、この回路をユニバーサル基板で実装します。ブレッドボードと違って部品配置が整然としていて綺麗に感じますね。では稼働させてみましょう。こんな感じで動きます。続きまして、スルーホール部品と同じ部品の SMD 部品だけを使ってこれと同じ回路を実装してみましょう。こんな感じになります。 SMD 部品は大きさが2mm くらいしかなく、とても小さいので
ハンダ付けには葉月ルーペと根性が必要になります。 SMD 部品を使うと小型化できるのですが、見た感じスルーホールで作った回路と表面積はあまり変わらなく感じます。今回 LM358 の SMD があまりに小さく、私の腕では表面実装できそうもなかったので変換基板を使いました。そして IC ソケットを表面実装させて取り付けています。その分回路が大きくなってしまいました。スルーホールと表面実装の裏側を比較してみると、左側スルーホールは部品配置された場所にぎっしりと配線がなされていますが、右側表面実装の方は何もありません。表裏で考えると表面実装の方が表面積が半分になっているのですね。では表面実装した回路を動作させてみましょう。やや点滅間隔が遅い気がしますが、ほぼ同じ動きをします。この点滅間隔の差はコンデンサーの微妙な容量の誤差によるものではないかと推測しています。ブレッドボード、スルーホール実装、表面実装を並べてみましょう。こんな感じで基板一つをとってもいろいろな実装があって面白いですね。最後に3つを同時に動かしてみましょう。本日は基板の種類と実装方法についてお話をいたしました。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。